アーキバスを放つ不評、アーキバス、またはアーキバス BSAR キブ S は15世紀ヨーロッパで登場した超重心の小銃である。このアーキバスという言葉自体は15世紀から17世紀にかけて様々な消火器の故障として用いられたが、本来は手銃の一種で、 発射時に重心を安定させるためにひなわを固定する止め金のような突起物がついたものを指した。日本で一般にひなわ銃と呼ばれるマッチロック式鉄砲はアーキバスと呼ばれた火器の中でも主要な火器の一種である。アーキバスの語源となったドイツ語のヘイコンバッチスは1400年代前半にドイツの紙壁の上に据え付けられた最初期の防衛用火器だった。これに重傷。 火皿、そしてマッチロック機構が15世紀後半に加えられ、アーキバスはトリガーを有する持ち運び可能な最初の火器となった。1521年頃に鉄鎧を貫通できる大型のアーキバスが登場した。これがマスケット銃の起こりである。16世紀後半には比較的小型の狩場が登場し、アーキバスの標準となった。狩場という名は英語で光景を意味する。 カラーバーが生まったものである。従来のアーキバスは、前もって後景に合わせて使用する銃弾を選んだり、調整したりする必要があったが、仮場とその弾は、大きさがきちんと合致するように規格化された上で作られたため、戦場でより素早く装填できるようになった。さらに、約3.5オンスの鉛玉を発射できるアーキバスは、クロックという大型のアーキバスも生まれた。 格好マッチロック式のアーキバスは、後のライフル銃をはじめとした数多くの消火器の先駆とみなされている。ヘビ型マッチロック16世紀初頭のマスケット兵と呼んだ例がある。また、マッチロック式で点火、発射する銃をアーキバスと呼ぶ場合もある。これは後に別の点火方式が開発されてからのことで、この場合フリントロック式の銃は、 フュージルやフューゼーと呼ばれることもある。1411年頃に湾曲金属棒が製造できるようになる以前のタッチホール式手法は片手で腰に構え反対の手で熱した針を薬室につながる穴に当てて点火し発射していた。硝酸カリウムをつけていぶし焼きした2、3フィートほどのマッチとそれを止め金で固定するロック機構によって薬室に添加する。 マッチロック式が登場したのは1475年頃である。ロック機構のレバーはトリガーにつながっていて、使用者がトリガーを引くと、ひなわがついたロックレバーが倒れて、前方のひざらを叩く。ひざらに乗っていた火薬がひなわによって点火すると、飛び散った火花が穴を通って、薬室内の火薬に点火し、これを爆発させて弾が発射される。初期の蛇型マッチロック機構は、 クロスボウとかなり似ており、そのロックレバーはトリガーから後ろに伸びて緩やかに髪型へ湾曲し、ひなわを重傷と平行に固定するような作りになっていた。16世紀後半までには、ほとんどの国でロックレバーの形が変わり、重傷からほぼ垂直に伸び上がる、より短い形状になった。この形態は、日本のほとんどのひなわ銃でも用いられているものである。ただし、 フランスでは大部分の銃兵が17世紀まで、クロス棒式のヘビ型マッチロック機構、アーキバスを用い続けた。マッチロック式によって銃兵は両手で正確に狙いをつけられるようになったが、銃の扱いが面倒になったという面もある。例えば、暴発を防ぐために、火薬や弾を銃に込めている間は火縄をロックから外しておく必要があった。 また、ひなわの火が消えてしまう事態に備えて、ひなわの両端に点火しておくことがあったが、そうすると、今度はひなわを両手で扱わなければならなくなる。あまりの手順の煩雑さのため、1607年には、オランダのヤーコブ・デ・ヘインが28手順の指南書を、まとめ、出版している。また、それに先立つ1584年には、民の席継ぎてるが、 兵の訓練のために11段階の手順を歌う歌を返事ている。16世紀の技術では弾の装填に普通1分を要し、どれほど理想的な状況でも20秒はかかった。オスマン帝国や中国、日本で一斉射撃戦術が確立されるとアーキバスの軍事的な反応性や効果は飛躍的に向上した。またこの戦術は兵士の立場も変えた。 それまでアーキバスを持ち運び撃つだけだった兵は一斉射撃のために隠列が順番に発砲し装填するという機械的な行動を求められるようになった。大砲の一斉射撃戦術は早くも1388年に民の砲兵隊が実施しているが、マッチロック式のアーキバスの一斉射撃は1526年のモハやチの戦いで、 オスマン帝国の家にチェリーが行ったのが最初である。その次にこの戦術を開発したのは、関継テルによる軍事改革が行われたアキラと戦国時代の日本であった。和光討伐で活躍した関継テルは、その実践に基づいた方策を記した気候新書の中で次のように述べている。およそ長獣というものは、続と遭遇した時に接続に打つのを許してはならず、一遍に、 ことごとく撃つのを許してもならない。賊が近づいた時に、銃の装填が間に合わず、往々にして、人の命を失う過ちにつながるからである。今後、賊が100歩の距離の内に入った時には、竹笛が吹かれるのを聞いて、銃兵が部隊の前に展開し、各一体が各一部隊の前につき、隊長が一発発砲するのを聞いて、それで、各人が発砲することを許し、 ラッパを一回吹くごとに一斉射撃をし、訓練した通りに陣形の後ろに下がるようにせよ。もしラッパが連続して鳴りやまない時には、尽きるまで一斉射撃を繰り返し、その時には層に分かれる必要はない。石弓の射手は、長銃が発射され終えた後、賊が60歩の距離のうちに立った時に発射するもので、銃に続いて矢を撃つことが許されるものであり。 許可が出るまで打たせてはならない。気候新書ヨーロッパでは、ナッサウニレンブルク博ウィレムローデウェイクが、古代ローマの軍学者、アエリアヌスタクティクスの反転行進戦術を参考に、マッチロック式、アーキバス部隊を途切れることなく射撃させる方法を、理論化した。彼は1594年12月8日に、いとこのオラニエコをマウリッツに当てた手紙の中で、次のように説明している。 私は、マスケット兵や、その他の銃兵が、ただ発砲するだけでなく戦場でもそれを命令に、従って効果的に行うための訓練法を発見したのです。まず最初の王隊が一斉射撃すると、彼らは訓練で学んだ通りに、後方へ行進します。すると、第二の王隊が前に出る、もしくはその場に留まったまま、最初の王隊と同様に、一斉射撃をするのです。 同じ流れを複数の応対が繰り返し、最後の応対が射撃を終える頃には、最初の応対が争点を済ませていますから、また同じことを続けることができるのです。ウィレム・ローデウェイク・ファンナスサウこうした連続して、一斉射撃を行う戦術が開発されてからは、アーキバスの効率は劇的に向上し、支援武器の立場から、金星型の戦争の主役を占める存在へと昇格した。 マッチロック式に対抗して、ひなわでなく鋼林を回転させて、火花を出し火薬に点火する、ホイールロック式の銃は1505年の時点で、すでに登場しているが、こちらは生産コストが高かったため、一部の精鋭部隊やピストルとしての使用に限られた。16世紀中盤に、スナップハンス式が、17世紀前半に、フリントロック式が登場したが、この頃には消火器を指す言葉が、 アーキバスからマスケットに移行していた。そのため、基本的にフリントロック式の銃をアーキバスと呼ぶことはない。バーブルナーマの挿絵に見られる初期のマッチロック式、アーキバス江戸時代の種ヶ島メディアを再生する、姫路城での種ヶ島の演武作成された一斉射撃陣形の図解、1594年のオランダ。もっとも初期の形態のアーキバスは、 ヨーロッパで1411年に現れ、オスマン帝国では1425年に登場した。これらはハンドカノンにヘビ型マッチロックを取り付けたものだったとされる。ただし、初期のアーキバスと呼ばれるものには必ずしもマッチロック機構が備わっていたわけではない。マッチロック機構が取り付けられるようになった実際の時期については議論が持たれている。 記録に残る最初のアーキバス部隊はオスマン帝国軍のイエニチェリの中で1394年から1465年まで運用された部隊だった。ただ実際には彼らはいわゆるアーキバスではなく小型の大砲を用いていた可能性もある。ヨーロッパではおそらくクロスボーの影響で1470年頃に重傷が導入され1475年までには マッチロック機構元となった。マッチロック式アーキバスはトリガーを用いた最初の火器であり、また最初の担いで持ち運び可能な火器であったとも言える。1472年にサモラでスペイン人やポルトガル人がアーキバスを使用したのが戦場における最も早い時期の使用例だとされている。また1476年にカスティーリャ軍がアーキバスを使用したという記録もある。 続いて1476年より少し後の時期からイングランドの王室新兵隊の一部がアーキバスを装備するようになった。フランスでは需要が遅れ1520年にようやく配備が始まった。この間にもアーキバスの改良は進んだ。1496年にはプファルツのフィリップ・モンフが大砲やハーキベセスに関する絵入りの書籍ブッフであった。 ストリントウンブックスを出版した。ヨーロッパでまとまった数のアーキバス兵を初めて戦争に投入したのがハンガリー王マーチャーシュ一世である。彼が組織した黒軍の4人に1人がアーキバス兵とされ、全軍で見ても5人に1人がアーキバスを持っていた。ただ、マーチャーシュ一世自身は兵に装填速度の遅いアーキバスよりも盾を持たせることを好んだ。 また黒軍のアーキバス重視という特徴は当時のヨーロッパ諸国では流行らず16世紀半ばに至るまで西ヨーロッパの軍におけるカキの所持者はわずか1割程度だったアーキバスの有用性は1503年のチェディニョーラの戦いで証明されたこれはカキが戦闘の行方を決した最初の戦いであったロシアでは1500年代初期にピシチャルという 小さなアーキバスが登場した。これを用いるピシチャリニキと呼ばれるアーキバス兵は、モスクワ大公国では欠かせない存在となり、1510年のプスコフ併合や1512年のスモレンスク征服には1000人のピシチャリニキが参加している。サファビーチョウが1473年にチャルディラーンで敗れたのと同様、モスクワ大公国も1501年のセリツァ側の 戦いで火器不足による敗北を起死していた。この戦いの後、モスクワ大公国はピシチャルニキを中心に火器の導入を急いだ。1545の時点で2000人のピシチャリニキが初年から召集され国費によって維持されていた。アーキバス兵を馬に乗せるという発想も当時としては独特だった。次第にピシチャルニキは兵士というよりも 熟練農民の世襲的な地位と捉えられるようになった。16世紀前半のイタリア戦争では、アーキバスが大々的に用いられた。フレデリック・ルイス・テーラーによれば、早ければ1522年の美国家の戦いの時点で、傭兵隊長、プロスペロ・コロンナが、アーキバス兵が膝を立てて、一斉射撃する戦術を導入したという。しかしトニオ・アンドラーでは、この説を、 参考文献を拡大解釈もしくは曲解したものであるとして疑義を呈している。というのも、テイラーはイギリスの軍事史家チャールズ・オーマーンがスペイン兵が膝をついて装填したと主張していたとして自説を述べたのだが実際にはオーマーンはそのような主張はしていなかったのである。オスマン帝国は15世紀前半にはすでにアーキバスを使い始めていた。 1440年代、村と二世は、ボスポラス海峡を渡る際に数百人のアーキバス兵を伴っており、1448年の第二次、コスボの戦いでもアーキバス兵を投入している。また、ボヘミアのフス派が使用した、ーはゴン戦術を導入した。これは装甲を強化した荷車を戦場で多数並べて、即席の防災都市、アーキバス兵を守るというものだった。 1473年の白洋朝に対するバシュケンとの戦いではオスマン軍のアーキバス兵は砲兵と連携して効果的に運用された。一方でマムルーク朝は戦場での火器の使用に消極的であった。オスマン軍の大砲やアーキバスを前にしたマムルーク朝はこれらを神はそれらを発明したものをまたそれらをムスリムに向けて放ったものを呪われる。 戦場で、ムスリムの軍に立ち向かえない、ヨーロッパのキリスト教徒による狡猾な発明、などと言って非難している。マムルーク期の文献において、アーキバスはある、バンディックあるラッススと呼ばれている。この語から派生した、バンディキオヤが、その後、アラビア語で消化器全般を指す言葉になった。また、当時のアーキバスのヨーロッパからエジプトへの輸出には、アラビア語では、 あるバンディキオヤと呼ばれるベネチアが深く関わった。マムルーク騎士たちはアーキバスを大砲よりも剣をし、寄避した。1489年になってアシュラフカートバーアイがマムルークにアーキバスを装備させ始めた。しかし1516年のマルジュダービクの戦いでマムルーク軍は12000人のオスマン軍、アーキバス兵の射撃を受け壊滅した。16世紀中には アーキバスは一般的な不評用武器として需要されていった。しかし、ミゲルセルバンテスの時代になっても、まだマスケット兵は、封建騎士から軽蔑されていた。一人のパイク兵に、パイクとヘルメットと強行を与えるのに3ドゥカートから4、ドゥカートを要するのに比べ、アーキバスは1丁1ドゥカート程度で調達でき、この安さも普及を後押しした。 また訓練に要する時間の短さもアーキバス兵の強みだった。弓は習熟に何年もかかるのに対し、アーキバスは2週間もあれば十分戦えるようになった。1571年のヴィンチェンティオ・ダレッサンドリの報告によれば、その時点でアーキバス兵を含むサファビー軍は他のあらゆる国のそれよりも優れ、鍛えられていた。これは十六世紀半ばまでには、 アーキバスのような火器が普通に使われるようになっていたことを示している。アーキバスはさらに東方にも伝わり、1500年にインド、1540年に東南アジアに到達した。中国には1523年から1548年の間に到来している。サファビー町のイズマー・イール一世は1514年にチャルディラーンの戦いで、 オスマン軍の火力の前に敗れた後、アーキバスの導入に力を入れた。敗北からわずか10年の間に12000人ものアーキバス兵が組織されたと推定されている。彼らの戦闘力は高かったが、伝統的に景気兵が重視されるイランでは、アーキバスは一般にあまり信頼されなかった。馬上でアーキバスを使用するのは極めて難しく、 ほとんど運用されなかったため、火器の技術革新はなかなか進まなかった。それでも、サファビー町のシャアたちは、火器の製造に取り組み続け、これをオスマン帝国を間に挟んだヨーロッパ諸国も支援した。また、イランでは高い視点による優れた視野と比較的高い機動性を兼ね備えた重造兵も登場した。東南アジアでは1540年までにアーキバスの 導入が始まった。大越は民の影響で優れたマッチロック式アーキバスを製造し、その技術は17世紀にはオスマン帝国や日本、ヨーロッパ諸国をしのぐものにまで高められた。低減紛争を目撃したヨーロッパ人たちはベトナム人従種の熟練ぶりを書き伝えている。ベトナムのマッチロック式アーキバスは数枚の鉄板を貫通し、 一発で二人から五人を殺傷できる上、後継の割に発砲音が静かであったという。民には十六世紀にアーキバスが伝わり、1548年までには少数ながら和光討伐に投入されていた。アーキバスが導入された正確な時期は分かっていない。1558年に民に逮捕された和光の頭目、大忠氏はアーキバスを所有していた。 また、ヨーロッパ人を捕らえた和光が民党局に捕らえられるといったルートでも、名はアーキバスを獲得していた。1558年の時点ですでに民国内で1万丁の銃の生産が発注されており、これは和光討伐に用いられた。椅子に光はアーキバスを効果的に運用できる戦術を研究し、 兵士を混合させた12人を一部隊とする傭兵を考案した。各部隊の中に占めるアーキバス兵の人数は場合によって異なり、時には12人すべてが重手で占められる部隊も作られた。各隊のアーキバス兵はラッパーの合図に合わせて反転行進射撃や一斉射撃を行い、また近くの部隊の兵とを連携した。は自分を傷つけることなく、 戦場でも高い射撃速度を維持するために、装填訓練の重要性を強調している。彼は1560年の時点で、銃の有効性を次のように評価している。他の、あらゆる種類の武器と異なっている。強さにおいては、鎧を貫くことができる。正確さにおいては、的の中心を撃ち抜き、線の穴を撃つことすらでき、しかもそれは、優れた相手に限らない。銃は、 そのような強力かつ正確な武器で弓矢でもかなわない。それと同等に強く立ち向かえる武器はない。気候新書1543年、ポルトガル人が九州南部の島津市の影響下にある種ヶ島に漂着したことで日本に鉄砲が伝来した。1550年までに種ヶ島、鉄砲、ひなわ銃などと呼ばれるようになったアーキバスは、 戦国時代の日本で大量生産され、使用されるようになった。この日本のひなわ銃は、ポルトガルが1510年のゴア占領時に持ち込んだ、スナップマッチロック式アーキバスを元にしているものと思われる。わずか10年のうちに、日本では3万丁ものひなわ銃が生産されたとされる。次第に、ひな銃は、特に重要な兵器の地位を獲得していき、特に、織田信長は、 1575年の長篠の戦いにおいて3人一組で、装填薬と発射薬を分担し、連続した一斉射撃を実現するという大革新を成し遂げたとされる。しかし近年では、大田牛一の信長後期を出所とする、この話には疑義が呈されている。信長後期を翻訳した JP ラーマースは、著書ジャポーニアスにおいて、 信長が三列臨転戦術を実施したのかどうかという問題については信頼できる情報源がないと述べている。彼ら会議派によれば一斉射撃に言及した文献はいずれも戦後数年を経てから書かれており実際に長篠の戦い当時に書かれた文献では大勢による格好射撃として描かれているのだという。 とはいえ1592年から1598年の豊臣秀吉による文録、慶長の役の際には朝鮮や民の側で日本軍の一斉射撃戦術が記録されている。豊臣秀吉は天下統一への戦争や朝鮮、明との戦争で広く種ヶ島を使用したオランダの臨転射撃の図解。1594年ヨーロッパにおいてアーキバスを 集中的かつ効果的に用いる戦術を開拓したのはネーデルラントの指導者オランニエコー・マウリッツである。彼はまず1599年に軍政改革を行い新式の統一された軍隊を編成した。1600年のニーユポールとの戦いで彼はスペイン軍から海岸沿いトリデを奪い返すために浜辺を更新した際、戦術のウィレム・ローデウェイクが考案した 反転更新射撃を初めて実践した。ネーデルラント軍のアーキバス兵はいくつかに分かれ、それぞれの隊列を規律正しく維持しながら、スペイン軍に次々と一斉射撃を浴びせた。この戦いは、ネーデルラント軍の劇的な勝利に終わり、スペイン軍が4000人の犠牲者を出したのに対し、ネーデルラント側の損害は死者1000人、負傷者700人に過ぎなかった。ただし、 アーキバス部隊は、スペイン軍の熟練兵が組むてる塩の進軍を止めることができず、実際に、ネーデルラント軍に対象をもたらしたのは、反抗を成功させた、騎兵隊だった。とはいえこの戦いは、後に銃が主役になっていくヨーロッパの近世軍事史における一大転換点だったと考えられている。1550年代頃から、超重心の消化器全般を指していた。 アーキバスという名称はマスケットにとって変わられていった。これ以降、アーキバスといえばマッチロック式を限定して指す言葉となった。アーキバスは他の武器と比べて多くの長所を持っていたが、同時に深刻な弱点も少なくなく、これを補うために他の武器と連携して運用する方法が模索された。椅子光は敵がアーキバス兵に肉薄してくる場合に備えて、 アーキバス隊のすぐ後ろに伝統的な武器を用いる兵を配置した。この戦術はアーキバス隊をパイク隊が援護したイングランドの戦術と類似している。どちらも新兵器アーキバスと伝統的な武器の最適な連携を考えた結果、全く別の地域でありながらにた結論に至ったことになる。ベネツィアでもアーキバスの長い装填時間を埋めるために、 急兵による援護射撃を組み合わせた連携戦術が採用されている。オスマン帝国は大砲で援護射撃をしたり、フス派に習って防ゴ音を用いアーキバス兵を守ったりした。16世紀の軍事研究者、サージョン・スマイスは、アーキバスは正確性の面で熟練いての放つ弓矢に及ばないと論じているが、ハンフリー・バーウィックやバーナブリッチラは逆の意見を述べている。 射程面では、アーキバスは35度の角度で発射すれば 1km 以上まで弾を飛ばすことができ、この点では明らかに弓矢を上回っていた。人を殺傷できる射程距離は約400ヤードだったが、スペインが用いた重マスケットでは、これが600ヤードまで伸びたという。日本が朝鮮に侵攻した際、朝鮮の将軍の一人が、朝鮮側が極度に不利に立たされていた理由を、 分析しているが、それは、日本軍が用いるアーキバスが、数百歩先まで射程に収めていたためだとしている。スマイスは1590年の著作で、そうした距離からアーキバスやマスケットで撃ってもほとんど、標的に当たらないだろうことを指摘し、代わりに、有効射程の概念を提唱した。彼は、100年戦争で活躍したイギリス兵のような、熟練級兵ならば、 アーキバスやマスケットと比べて200ヤードから240ヤードも長い有効射程を持っていたと主張していたが、スマイスの理論を実証できる弓の使い手は同時イングランドにいなかった。最も優れた弓兵ならば、一発装填して撃つのに30秒から60秒かかるマッチロック式アーキバスより、はるかに高い速度で矢を放つことができた。ただし、 弓類の中で最も強力なクロスボウと比べれば、アーキバスは、装填速度でも破壊力でも優れていた。また、弓を引くのに力と技術が求められる弓兵と異なり、アーキバス兵はその威力が個人の両力に関係せず、それゆえ弓兵やクロスボウ兵と比べて、より簡単に適性のある兵を雇用することができ、兵士個人で見ても、疲労や栄養不良、 病気による戦闘力の低下が少なく済んだ。さらにアーキバスはその爆音で敵兵や馬を驚かせる効果もあった。風による影響はアーキバスも逃れられないが弓よりははるかに少なかった。城塞を防衛する際にはアーキバスは銃眼のような小さな隙間から外へ打ちかけられるという利点もあった。一部の説では近距離での戦闘ではアーキバスに 複数の弾を装填したり、商談を詰めた原始的な三段が用いられたりしたとも言われている。商談を用いると敵一人に与えるダメージは落ちるが同時に複数の敵を傷つけることができた。おそらくアーキバスの最も大きな利点は戦争で使えるだけの兵士に育てるための訓練が弓と比べはるかに短く済んだことである。 ほとんどの旧兵は正確に素早く射撃するために何年も場合によっては一生をかけて研鑽を積まなければならなかった。対するアーキバス兵は数ヶ月の教育と反復練習を経ればもう十分通用する能力を得ることができた。この訓練の簡素化は少数精鋭よりも数を重視する軍事思想につながった。その結果16世紀から17世紀にかけて 軽武装で機動力のある重負傷が軍隊の主力となる軍事革命が起き、長級の衰退と近代不評の登場につながった。また補給面ではかさばる矢を必要とする弓やクロス棒と異なり、銃の弾薬はよりコンパクトかつ大量に輸送することができた。その生産についても矢は高度な技術を持った職人が一本ずつ作るのに、対し、 弾や火薬は一旦技術が確立された後は大量生産することが可能であった。一方でアーキバスは雨や湿潤な天候などに極めて弱いという欠点があった。コムネロスの反乱中のビジャラールの戦いでは嵐のせいで反乱軍の武器が使い物にならなくなり彼らは惨敗を喫した。また火薬は適切に扱わなければ矢よりも はるかに早く劣化する上、生産や保管、輸送といったあらゆる工程が爆発事故の危険と隣り合わせだった。その上、火薬の原料となる資源は地域的に偏っていた。矢は一度使った後に回収して状態の良いものを再使用することで戦闘や訓練のコストを抑えることができるが、銃弾は探し出すのも再使用するのも難しかった。企画の面では 銃弾は、アーキバスの光景に合わせて、適切なものを弓矢以上に厳密に選ばねばならず、国内の生産拠点で規格化を行う必要があり、それゆえ戦場で死んだ敵兵のアーキバスを拾って使う、ことも難しかった。兵士がアーキバスを運用する際も危険がつきまとった。マッチロック式アーキバスを用いる時には、同じ人間が引くすり袋と火のついた火縄を同時に、持たなければならない。 しかも多数のアーキバス兵が密集して戦う際には、隣の兵士の火薬や火にも気を配らなければならない。特に戦闘中の混乱の中では、事故の危険も高まり、アーキバス兵にとって敵兵のみならず自分たち自身も、また危険な存在となった。また、初期のアーキバスは、反動が非常に強く、扱いが難しかった。戦闘時の運用においては、 その長い装填時間の間無防備になるという致命的な問題があった。これを解決するため、複数の戦列に分かれて、他の列が射撃している間に装填するという戦法が開発されたが、これにも重心が加熱したり詰まったりして、ひどい時には爆発して、重手や周囲の兵に被害が及ぶ恐れがあった。貫通力の面では、アーキバスは弓よりも強力で、一部の重く高価な、 プレートアーマーを除けば、あらゆる甲冑を貫くことができた。命中する角度によっては、銅鎧に引かれることもあった。一般兵が使用するかは、軽いプレート、鎖片びらなどでできた防具は、アーキバスの前には無力だった。これと比べて、弓矢は貫通力や殺傷力に乏しく、それを補えるような強力な弓矢クロス棒には、扱いの難しさや、 装填時間の面で難があったアーキバスの特徴としては、他にその方言が挙げられる。一斉射撃の後では、風がないと敵を視認することが難しくなった。しかし同時にこれは、敵の急兵や重兵に狙われにくくなるという利点も、あった。ただ常時燃えている火縄を用いるため、弓や後に開発される、ホイールロック式以降の銃と異なり、夜間の隠密性は期待できなかった。 昼間でも、たった一発のアーキバスが発砲しただけでも砲園が目立つため、継続的に隠れて、撃つのは難しかった。弓矢やクロス棒なら静かに標的を排除できるが、爆音を発するアーキバスでは、不可能であった。またこの爆音は、指揮官が命令する声が聞き取りにくくなる問題も、あった。それどころか、耳元で爆音が鳴るのを繰り返した重視は聴覚を、 永久に失う恐れさえあった。弓矢やクロス棒には大きな角度で放てば正確性は期待できないものの手前の障害物を超えて攻撃できるという利点があった。このため前列でアーキバス兵が射撃しその後ろから長級兵が山なり射撃をするという戦法も見られた。なお前日の通り長級を重んじていたスマイスは一部の イングランドの将軍がこの戦法を取っていることについて、長級が標的を視認できず正確性が落ちるために、長級の有効性を貶めるものだとして非難している。結局のところ、ルネサンス初期を境に、当社武器の市場はアーキバスが独占し、弓矢を駆逐するところとなった。大量生産と訓練の短期化という利点は変えがたいものであった。また技術が進歩するにつれて、 銃の欠点も埋められていき、弓矢は完全に時代遅れのものとなっていった。ありがとうございます。